無敵の生き物春。北のクズリ、南のラーテル。たまにスカンクなのか、アナグマなのかラーテルなのか、ウルバリンなのかわからなくなる。グヘイ、毒蛇に噛まれた。気分悪い。グデン。少し寝たら気分良くなった。シャキーン。おかしくないか？勝率はともかく、明らかにヤバいやつでも平気で喧嘩売る、カムロ町の住民みたいやつ。神経毒耐性持ちだからね。フィジカルで戦う錦蛇相手だと、さすがに互角レベルまで持ち込まれる。時々いるよな、闘争心高すぎて、相手の方がドン引きするタイプの動物。普通の動物、何？怖。近づかんとこ。ラーテル、勝った。こうやって生き残れるわけか。ぶっちゃけライオン側も初見以降はどうすればボコれるか覚える。ライオンとかハイエナいない地帯だと、こいつが生態系トップになるくらいには強い。キツネ色になるまで焼く。これって難しいよね。ちゃんとレシピ通りに焼いてるのに、いつもあんまり美味しくないのができちゃうんだよね。何か間違ってるのかな。お前の想像するキツネ色がおかしい。卵焼きができそう。黒焦げになるじゃねえか。炭になってるじゃねえか。節子、それは炭や。金色が好きって言え。俺もうまくできない。いつも微妙に焼きが足りない気がする。微妙に間違いではないのが草。種の違いじゃなく個体の違いで、黒いの普通にいるからね、キツネ。かわいい。腹壊すなよ。それは焼きが問題じゃない、塩の振りすぎ。まず白い食材を探すところから始めなきゃならねえじゃねえか。玉ねぎが生なんよ。玉ねぎに至っては炒めないでも、もうキツネ色じゃね？ってなってみんなそのまま食べちゃってるよね。パンダのお尻を愛するあなたに。ケツ。かわいい。パンスイースか？パンダがスレガの時はとりあえずカテゴリが合いますじゃないか確認すること。おにぎりかと思った。誰かの落とし物かな？あ、私。のですね、ありがとうございます。パンケツにちょっと甘噛みしていいケツになれ。一匹くらい持ってっても誰も気づかなそう。なおパンダの本場でそれをやると下手すや 4K? 奇跡のような造形だ。なんでこんなに愛くるしいの？あ、動物の赤ちゃん怖い。怖いなぁ、お前ら絶対動物の赤ちゃんの画像貼るなよ。ジフとか貼られたら怖すぎて泣いちゃうよ。あ、怖い怖い。怖い。怖いねぇ。怖い怖い。怖いよ。あ、怖い。定期的に話題になるクソ強国鳥。か弱い鳥です。叩き落とします。さなぎから動くな。胴体フット。これ全部筋肉ならそら強いわ。蝶のように前蝶のようにぶっ叩く。歯音がすごいらしいなお前。蝶界っての肉体派じゃん。何がどうなってこんな進化したんだよ。スズメバチやカブトムシとしのぎを削ってきただけです。ワンチャンクモの巣ぶち破れるってま。まず蝶々はスズメバチやカブトムシと同じ土俵に立たないよね。ペンギン。いいだろ。このキウイみたいなずんぐりむっくり。ペンギンは体の成長早いんよ。ひな、妙だなでかすぎる。このたわしボディが俺を狂わせる。本来は冬を飯食わず過ごすからな、でかく太っておかないと死ぬんだ。キングペンギンに限定するとこうなっちまうんだ。クソでかキウイかわいいよね。ものすごい貫禄を感じる。ペンギンかわいい。このどすこいフォルムで大人ペンギンたちを蹴散らし歩くふてぶてしさが愛おしいんよ。コラ画像に見える。火災臨海水族園にはこのヒナを見るために行ってると言っても過言ではない。でかいモップとか言われててダメだった。さ、里芋。タヌキ。かわいい。タヌキはまずいから嫌い。ヤマンバが鍋にする生き物1位。アライグマやハクビシンなどの害獣と間違われがちな悲劇の獣。夏毛だとクソみすぼらしい外見な哀れな生き物。好きなキャラがタヌキモチーフなので動物のタヌキがマシマシで可愛く見えるようになったし、無駄に生態に詳しくなった。よく見ると実は垂れ目じゃなくて釣り目っぽいとこも可愛い。可愛い。ちら、とことこ。性格が犬か猫だったら普通に飼われてそうなくらい可愛い。日本の動物園外交の切り札。とある動物園にあるタヌキの説明。夏毛そんなしょぼくなるのかと調べたら、可愛いけど、顔切ない鳴き声切ない、夏しょぼいで声出た。可愛いな。この夏毛の姿ならハクビシンと間違えても仕方ないな。猛禽類とか予備難美女の集まり。スレガは猛禽類界でも最高の横顔イケメンと名高いハーピーイーグル。なお正面。猛禽類もいいけど長距離移動する渡り鳥のフォルムも好きなんですよね。
蛇食いワシの予感。よくわかったな。これが自然に生成されたものってマジ？そうやで。俺ちょっとトリナーになるわ。このビジュアルで実際強いし動きまでかっこいいのやばい。惚れる。この面で強強捕食者やってるラップいいな。これはこれで見下してくる陰険な人っぽさがあって好き。大正義アメカスの国鳥。かっこよすぎ。カラーリングもシルエットも何もかも完璧だよな。横から見ると本当にかっこいい。正面顔はまあ残念。そして猛禽でもフクロウはそれが逆になるという。あらあら、地べたから毛のない醜いお猿さんが何か用かしら。ありがとうございます、ウキ。妖艶な美女感。鳥さんも振りたくなってきた。昔どっかの図書館で見つけた鳥の写真集に載ってた雪の中キツネを追う鷹がクソイケメンだったな。昔すぎて思い出せねえ。鳩とかスズメはもふりたい、撫でたいって思うけど猛禽類に関しては抱かれたいだもんな。大川嘘とかいう川の王者。ジャガーはまだシモワにすら倒せるとか何者なの？目つき神、ゴジラ。大川嘘は川番シャチみたいなもん。かわいいね。逆説的に川番サメはワニか。こいつ顔怖すぎるよな。コツメカワウソを見習ってほしい。人間の子供と同じくらいの体長で水面から顔を出し人間の子供の笑い声で、アハハハハ。アハハハハ。とか言いながら集団でワニを殺戮するの怖すぎるんよ。なんでこんなガンギマリの目してるの？赤ちゃんです。カワウソ界のヒョウアザラシ。前足がグロくてビビる。赤ん坊はどんな種族でも大概可愛いよね。大概はね。この時点でコツメカワウソみたいな愛嬌を感じられない質感なんだが。ハース小動物と大きな動物さんの絡みはいいの。小動物？ねえ、これ小動物かな。おそらく獣医学的には一般的なペットとして飼育されるようなやつは大体小動物と考えられる。大雑把なくくりだけど一般的にペットとして飼われてるのが小動物なのん。にゃ、にゃんだ。知名度低いけど好きな動物不況すれ。飛びネズミ。ぴょんぴょん飛んで逃げるのが可愛い。人間はありですか？人間は知名度が低いのか。絶滅動物でいいなら鼻歩き。尾行類とかいう謎が多すぎる動物。生で見てみたかったわ。何これ？どういう進化したんや。より餌を発見しやすくするためやで。これマジ？世界一幸せな動物として世界中からお墨付きをいただいている。なんじゃこの幸せそうなアホ面は。ネズミ。ボン、バットっすね。ケツ叩かせろ。手が砕けた。人間に飼われるようになって寿命が7倍になったんだよね。な、なんやこの素敵な写真は。ジュンルン。陸戦型コアラやんけ、元気しとん？おいおい、クオッンか、ワラビーでしょ。ケツが敵者。こいつ人間と一緒にいると寿命伸びるとか言われてるけど大概の生き物が清潔で食い物ももらえて運動もできて可愛がられたら寿命伸びるわ。しゃあけど可愛いからあと500億倍ぐらい寿命伸びて人類が滅亡した後地球はこいつの星になってほしいですね。野生でペンギンみたいに天敵がいないでもないのに警戒心が薄い奴らは謎なんだよね。私は人間には痛すぎて鬱になった過去があるんだ。ケツで捕食者の頭蓋骨砕けるって本当なのん？世界がこいつと怠け者だけになったらそこそこ平和になると考えられる。捕食者の頭をケツと巣穴の天井で挟んでぐちゃぐちゃに崩壊させるんだ。これはもう抗議以上の快楽だ。ああ、わしにも乗っかってほしいの。毛生えてて触ったらあったかくて、丸くて目と鼻と耳がちゃんとついてれば、大抵可愛いんだ。悔しいだろうが仕方ないんだ。野生という言葉はウォンバットのためにはない。もしかして俺も可愛いんじゃないんすか？ケツ毛までふさふさだしな、ぬ。まずは脱いでほしいですね。割とね。わい、この動物は毒蛇食べるんか。せや、沖縄に放流したろ。これでハブ被害も減るやろ。お、毒蛇より食べやすいやついっぱいいるじゃん。迷惑。下手したら死ぬかもしれない毒蛇と簡単に捕まえられる獣どっち取るかなんてそやまあねえ。ハブ、夜行性、マングース、中高生。とことん噛み合ってねえな。ヤンバルクイナさん、やめて。来ないで。ライオン相手にも向かってくマングースさん。身の程を知れ。体格差考えろ。イタチ系の動物って気性荒いよな。マングースってイタチなんか？秘宝、ビーガンさん、アヒルの吐節場を襲撃するも返り討ちにあってしまう。ビーガンさん、徒党を組んで吐節場に侵入しアヒル救出作戦を開始する。アヒルの代わりに私たちを殺せと首輪を自分にはめる。
アヒルは食料になるけどこいつらならんしアヒルより役に立たん。おばはん、スイッチポチ。機械が動き出しがちで焦るビーガンたち。くさ。そらおばはんは存在知らんもん。おばはんホラー映画の悪役みたいでくさ。サンキューババー。これはほんま面白かったわ。はい、そう。強奪したアヒル、屠殺済みを抱いてエンド。人生楽しそうで羨ましいわ。ただのアヒル肉泥棒やんけ。ただの窃盗犯でくさ。まあ気持ちはわかるがどうしようもないだろ。ギャグセンスすごい。気象転結完璧やん。深海怖い、お前らが思ってる3倍怖い。ドラゴンオーブ。怖すぎる。これ一番怖い。深海魚はグロテスクで嫌い。こいつ好き。エイリアンやんけ。普通に生きとるんか。かわよ。プランクトンの印象壊れるわ。陸で勝負しろ。デザインが秀逸よな。これが一番怖い。これで肉食生物とかいうのも怖い。ジュディオングみたいやな。エイリアンやな。これ透明な皮膚みたいなのあるんかな。言うてぶっ壊れたウニや人でと思えば大したことないやろ。人やん。透明ってええな。少し前に見つかった新種クソキモくて好き。目が退化するより攻めの姿勢があってええな。不安の種やん。シュメール人やん。ワイのおすすめも見てってや、青みのウミウシちゃんやで。かっけえ。ウミウシは掃除て綺麗。モンハンに出てたやろこいつ。見たことあるぞ。ほんまこいつキモいで。こいつはワイの高校の頃の教師にそっくりなんだよな。ブサイクすぎやろ。失礼な、そっくり言うてもこの魚の 1.5 倍ブサイクやったぞ、魚に謝れ。世界一醜い魚やっけ。魚ってまだまだ新種が隠れてるはずだから世界一を名乗るのは時期尚早。ブロブフィッシュっていう名前、他の国では高級魚でカニの味がするらしい。深海だと3メートルまで成長するお兄ソメさん。寄生獣やんけ。こいつら見てると人間って進化サボってるよなと思う。そもそも系統違うからな。向こうは必要を迫られたから進化したのであって俺らは天敵少ないから進化なんてもんあんま縁がないと思うわ。イソメは最大100センチになるそうで。こいつが存在するからモンゴリアンデスワームはいると思うんや。あいつミミズやしな。そもそも電気出すミミズって。風船王かわいい。魚のくせに泳ぎが苦手で腹の吸盤で岩にしがみついてるのも好き。腹びれが吸盤になってるんだよな。冷蔵庫にくっつける飾りのマグネットみたいでかわいい。かわいすぎる。海こえーってなる画像。こういうやつな。怖くない。見てみたい。嘘やろ。折り紙浮いてんのかと思った。空飛んでるのかと思った。これ何匹もスクリューで粉砕されちゃうんかしら。幻想的だな。あばば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 ば、ジョジョジョ、失禁。海の中でおしっこしてごめんなさい。なななんだこれは。新たな、人か。カナダ山嵐とかいう山嵐界の癒し。あら好きないやん。カピバラやん。おっちゃんやん。餌を目の前にしたハリネズミがめちゃめちゃいい笑顔になる。笑顔、無理。マジキチスマイルやめー。これは決まってますわ。